いつもバカにしてくる美少女たちと絶縁したら、実は俺のことが大好きだったようだ。をレビューします。アマゾンさん、怒りの星5レビューなし。ものすごい安心感がありますね。ナロー系ラブコメはシグルイなり。どっちかというと講談社のラブコメかな。女神のカフェテラスをアニメ化しているくらいだし、ね。残弾が足りないんやろな。そもそもナロー系って下地としてはクラスの陰キャカースト底辺層が妄想するような、率直に言ってクソキモい俺最強話がベースになってしまっているわけなので、それをそのままラブコメに転用したらそりゃまあクソにもなるわなってところですね。確かに、誰だって一度はテロリストが学校に侵入してきてそれを無双して返り討ちにする話を、想像したりしなかったりするわけではあるのですが、クソナローの場合はテロリストが侵入した段階で、普段自分をいじめているヤンキー複数がなぜかテロリストに絡みに行って射殺されたり、なぜか特に接点もない見た目がいい女の子たちがこぞって自分にすり寄ってきてハーレムしたり、そういうネバネバした変な気持ち悪い感情が入り込んでいるので、手触りが非常に悪く、またその手触りの悪さがクソナローの本質であるように思いますね。日常が充実している、一般人ではわざわざ付け加えないようなおぞましさって言うんですかね。それがラブコメにも、ごく普通に当然のごとく入ってくるので、そりゃまあクソにもなるかなってところさんですね。それでは裏筋から、放課後の俺は忙しい。なぜなら人気者だから。なんてね。みんなの青春の舞台裏で活躍する、日陰者だからな。泣き両親は言っていた。人には優しくしなさいと。そうすれば俺は一人じゃない。ふふ、今日だけで人に優しくしたリストが3つも増えたぜ。こんな日々の積み重ねを、神様だって見てくれてる。だからこそこんな天涯孤独な俺にも、可愛い彼女がいてくれてるんだ。おろろ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 クラスのパシリ野郎であることを、自覚していないどころかなぜかそれを人に親切にしている、と曲解していることとか、しかもそれがみんなの青春の裏の功労者、みたいに勝手に思っているのも本当にキモいし、さらに言うと、人に優しくしたリスト、とかいう謎のメモをつけているのも本当の本当にキモい、なんなのそのリスト、ネクラすぎない、俺ってこんなに人に親切にしたんだよなぁ。っていう、自己満足のためにつけてんの、通過リストにしてわざわざ残しているってことは、形なき親切としてやっているわけじゃなくて、完全に見返りを求めてやっているってことだし、しかもその上でああ俺って親切だから美少女の彼女がいるんだよなぁ、当然だよなぁ、って、完全に思ってるってことでしょ、見返りを求めるなら親切じゃなくて取引だし、例えばこいつが自分が親切を押し売りしてリスト化した相手から喧嘩を売られたとすると、ああ俺ってお前にこういう親切をしていたんだけどなぁ、証拠も残ってるんだけどなぁ、と、相手に見せつけるでしょ絶対。俺はこんなにお前に優しくしてやったのに覚えてないのか、とか言うでしょ。確実にそういう精神性なのに俺はみんなの縁の下の力持ちなんだ、とか。見返りを求めてやってるわけじゃないとか主張するって陰キャを超えた究極の陰キャやろ。どっちかというと性悪、親切という名目で相手の弱みを握ることに日々邁進するやつなので、さてそんな彼であるが、今日は例の彼女とデートの待ち合わせをしているぞ。なんと彼は親切の押し売りをして自己満足に浸るためにデートに遅れており、それはそれとして普段は1時間前には待ち合わせ場所で待機をしているのだ。怖い。ちなみに彼女もなんかおかしく、人に頼まれて断れない優しさがチキ、であり、それが彼のいいところであると考えているのだ。なお本人は今日の親切リストをつけている模様。なお告白は彼女からしたらしく、もしや自分が告白をしたから断れなかっただけなのではないかと、寒空の下で待ち続けたことで考えてしまったのだ。じゃけん彼に嘘をついて確認してみましょうねー。私、他に好きな人ができたから別れたいの。なぜそうなる？だって愛されてる実感っていうかそういうのが欲しいしみたいな。まあ彼の動揺を誘って気持ちを引き出そうとしている感じなんじゃないっすかね。仮に私が同じことを言われたとすると思惑がどうであれ一瞬で冷めますけどね。
だって君って、何考えてるかわかんないし、モデルの現場で俳優さんに言い寄られたっていうか、彼は君とは違って面白いし、一緒にいて安心するから、そっちの方がいいかなって、ふふ、ここまで言えば彼はきっと俺の方が好き、って私に言ってくれるはずだわ。なぜそうなる、男の方も男の方だが女の方も女の方すぎるわ。別れ話を切り出せば自分により惚れると考えるとか、どんなスイーツもびっくりの思考回路をしてたらそうなるんだよっていう。ちなみに当然男の方は俺の方が好き、というわけもなく普通に別れを了承しました。まあこいつは親切リストで形に残すくらい自分の利益にならないことは切り捨てるやつだしそうなるわな。なお女の方としては予想外のことだったので傷ついた表情を見せました。なんでだよ。傷ついたのは俺の方なのに、お前がそんな顔するなよ。そういうとこやぞ。鉄頭鉄尾自分ファースト野郎だなこいつ。まあそんなわけで別れました。俺が彼女に優しくできなかったから別れを切り出されたんだ。はい、すっごい歪み。こいつ優しさを通貨扱いしていない。優しさを払えば女も買えると思ってそう。ちなみに特に寄りが戻ったりはせず普通に年が明けて2年生になりました。すると以前から知っている新入生の後輩にやたらと言い寄られていました。なんでお前は、人気者なのに俺に絡んでくるんだよ。お優しさを支払って後輩を買えばええんちゃう。ぷぅ、先輩はほんと暗くて陰キャですね。なあにじろじろ見ているんですか。私にワンチャンあるとか思わないでくださいね。先輩いつも謝ってばっかなんで。はぁ、ごめんごめん。女も女だが男も男で鬱陶しすぎる。以前の彼女はこんな子じゃなかった。これはやはり、俺が努力不足なのか。ちゃんと人にした親切リストはつけ続けているというのに、まずはそのリストをやめたら、教室には元カノ、登下校では後輩、クソ。俺には居場所がないのか、自称縁の下の力持ちなんだからそれに徹しろよ。お前の居場所があるとしたらそこでないとおかしいやろ。このままでは精神がすり減りすぎてしまう。こういう時にまずやることは、推し、に会いに行くことだな。は、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 なんか推しに会えば自分をいたわってもらえるんだってさ。やっぱり見返りを求めているじゃないか。ちなみにその推しとはメイド喫茶の服従させメイドナンバーワンの子なんだってさ。あはは、ご主人様たちって小豚さんだよね。うおうおう、ルリリちゃーん、これでいいなら後輩でいいだろ。キャラかぶりも辞さないその姿勢誇らしい。死ねよ、なお彼女もまた優しさ推し売り君に惚れているのだ。あれれまた暗い顔してる。他の人は小豚ご主人様たちだけど、奴隷君はこの人だけなんだ。クソ、なんでルリリちゃんもこんな風になってしまったんだ。新人の頃のルリリちゃんは、もっとおとなしくてこんな発言はしなかったのに、人気が出て変わってしまった、のか。まるで人が変わったように俺のことを罵倒するし、自分だけみたいに言うけど小豚は罵倒じゃないのか。あれれルリリのお話聞いてる。そのお耳はお飾りさんなのかな。人の話を聞くときは目を見て話せってパパとママに教えてもらえなかったのかな。優しい人はどう返すんだろうか。まともな優しい人はそもそもメイド喫茶に来ないぞ。俺の考える優しさとは、相手を否定せず気分よく過ごすことだと思っていたが、そう思って過ごしていたら彼女には振られて後輩にはバカにされ店員には奴隷扱いされた。そうか、俺は正真正銘、奴隷だったんだな。お前は奴隷じゃなくてただのパシリだぞ。俺の勘違いでできたこの空間などもういらぬ。ねえ黙ってないでルリリとお話ししようよ。どん？うるせえんだよ。人のこと奴隷とか言っといて、前のルリリと違う、メイド喫茶でキャラ付けをしていたらなんか客がブチギレたでござるの巻。風俗説教おじさんかな。当然店内はざわ、ざわ、するぞ。怒鳴って悪かった。もう店には来ないよ。来ないじゃなくて、もう来れない、やぞ。メイド喫茶で同活するとか普通にできん不可避。待って、意味がわからない。いつも笑ってくれたじゃない。私、あなたのために頑張ったのに。まあ SM クラブで SM に対してブチギレるようなものだし意味わからなくもなるわな。ルリリの言う通り俺は奴隷だったんだよ。でももうやめた。さようなら。言い過ぎだっただろうか。でも気分は晴れた。気分を晴らしてんじゃねえよクズが。
片方だけが悲しくなるのは優しさじゃない？ただのエゴだ。優しさの反対は悲しさじゃないぞ。今は亡き両親に教わった優しさを俺は勘違いしてただのエゴになっていた。母はかつて俺に、優しい父の好きなところはちゃんと怒ってくれることだと聞いていたというのに、DV 家族か何か、さて気分を切り替えるために彼がやることとは、散髪でした。ついでにメガネをコンタクトにしました。ピキーン、このプレッシャー、やつか、クソなろう、散髪、導かれる結論は一つ、うおーおーおー、イケメンだー、やったー、バンザーイ、ゴボロロ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 、あー、もうやーだー。だからなんでサイクソなろうはどいつもこいつも実はイケメンでしたってしやがるんだよ。そもそもラブコメというジャンルで主人公がイケメンとか実質的にはデバフやろそれ。前期のサイクソアニメである無声報告ことお隣の天使様でも同じことがありましたが、主人公くんは実はイケメンでした。って要素をわざわざ入れた上で内面に惚れたんですけど、とか言われても、口だけにしか見えなくなるでしょ。っていうね。じゃあお前はドン引きするレベルのブサイクでもその隠れ自称イケメンと同じ反応をしたのかと。いやもう断言するね。絶対そんなことはねえよ。最初から絶対顔しか見てねえってことをな。ふぅー。ああもうほんとクソ。こういうの見ると女神のカフェテラスの人とか全然マシなんだよな。あっちはまあ、くっそ性格が悪い主人公をとっても優しい聖人君子みたいには扱わないし、一応はちゃんとプロのレベルではあったんですね。なお男よりも女の方に問題がある模様。9。空手の大会に出たヒロインが試合に負けて自分には才能がないと落ち込みました。このあらすじから考えられる物語とは一体どのようなものでしょうか。3、2、1、答え、A。大会中に波動拳を打てると考えて実行をしたらその隙をついて負けたことが判明し、なんか勝手に立ち直ってダンベルを持ち上げたら手が滑って主人公のパソコンとスマホを破壊する、です。瀬尾浩二初級問題なのでとても簡単でしたね。正解率 100% でしょう。あまりにも本作が辛すぎてただの辛い作品である女神のカフェテラスの話をしてしまいましたが、とりあえず今後、ラブコメで実はイケメンとかいうクソなろうはまずサイクソを疑ってかかりますからね。さてクソカスオタクのイケメンイメチェンは夏休み中に行われ、始業式の日になりました。例の後輩ちゃんも当然通学しています。彼女としてはせっかく同じ高校に入学したのに、このままただの後輩ではいたくないと考えています。じゃあワンチャンないとか言わなければいいのでは、なお告白して関係が壊れるのを恐れているようです。関係よりも君の頭の方が壊れているで、さていつも通り放課後に先輩を呼びに行く後輩ちゃんだったが、いつも待っていてくれる先輩が、なんと先に帰ってしまったというのだ。約束をしているのに無断ですっぽかしてんじゃねえ。邪険追いかけましょうねえ。やや、や、前を歩くあの男、姿勢、髪型、清潔感すべて違うが、あの耳の形は先輩に違いない。耳の形を覚えているってちょっと怖くない？これぞ愛の力、先輩、抱き。もしかして夏休みデビューですか？ぷぷぷー、彼女が欲しかったんですか？しょうがないな、私がなってあげてもいいですよ。うっせえ黙れ。頭に響く。正体表したね。夏休みデビューで悪いかよ。お前は他人の努力を笑うのかよ。メイドの努力を笑ったお前が言うな。はぁ、あ、散々人に言っておいてちょっと言い返されたらそれか。可愛い後輩だと思っていたのに、気持ちよく罵倒ができたらそれでいいんだろ。鏡見て、は、何泣いてんの、泣けば許されると思ってんの、泣かなかった俺が悪いってことか。泣くくらいならずっとあの時と同じ笑顔で居続けてくれればよかったのに、俺はもう、元カノとも、後輩とも、推しとも決別して、自由に生きるんだ。というところで第1話が終わりです。おろろ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 ろごほおぼうろろ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 あーくそがーげぼがーぼーろろ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 すべての最クソを過去にする究極を超えた究極の最クソ。間違いなくぶっちぎりで最クソですね。
つうかもう散々言ってるけど主人公のキャラが気持ち悪いを通り越して異常者やぞ。主人公のステータスをまとめると、両親ともに亡くなっていて天涯孤独であり、その両親から人に優しくせよと言われたことで自分が人にした親切なことをリスト化しており、しかもそれをパシらされているなどとは考えず影の功労者と自称して自尊心を満たし、自分はこんなにも優しいから美人の彼女ができたのだと女を報酬がごとく捉えており、一方で優しさに見返りがなかったことがストレスだと感じたのでそれを癒すために、常連になるくらい通っているメイド喫茶のメスガキメイドに対してイメージと違うとブチギレ、さらに何を血迷ったか超解釈によって優しさをやめて周囲に暴言を吐き散らかし、しかもその上で普段からずっと笑顔で接してくれていた後輩に対しても泣かせるくらいに罵倒して、その結果ほざいたことが俺のためにずっと笑顔でいれば付き合ってやったのに、ですよ、本当にクソ。クズとかそういうレベルをはるかに超えたクソ。クソという人格を持ったクソ。何がひどいって、ほぼ全てのパターンにおいて別に女の子側に非はないことですね。まあ最初の彼女は控えめに言って頭がぶっ飛んでいるイカレ頭野郎でしたが、少なくとも後輩は数ヶ月前に出会い毎日一緒に帰っている女の子でその性格の変化についても、このクズが言うほど劇的なものでもなかったはずで、つまりここで悪い人間がいるとするのであれば、その変化に目を向けることを一切しなかったクズ野郎の側にあることは明らかなんですよね。少なくとも後輩については、昔から少しずつ気づいてきた関係性のもと普段通りに話しかけたら、なんかいきなりその関係性を全部ぶっ壊す形でブチ切れ始めたとしか映らないわけであって、しかもそれでクズが反省するならまだしも、後輩側に全ての非があると考えていますからね。メイドの方なんかはもっとひどくて、メイド喫茶のご主人様小豚呼びメイドというキャラ付けを、店の設定としてやっていたら、なんかいきなり客が机をぶっ叩きながらブチギレて、しかもそのブチギレた理由が、この店において小豚を超える評価である奴隷呼びに対して、不服に思ったので一方的に恫喝してしかもその後すっきりしていることからストレス解消のために、公共の場で、店中の人たちが奴隷より羨ましいと騒いでいる中で一方的に説教を始めるという、理不尽極まりないものですからね。周囲の人たちは間違いなくドン引きってレベルじゃないし、そもそもそれで切れるなら来るなよって思っているでしょうね。なおこの場合においても、すべての非はメイドにあると考えている模様。自分で店に来ておいてこの考えようである。そして何より両親がいないことから考えてこのクズは両親の遺産をメイドにずっと見継いでおり、しかもそれに対して一切疑問を持たないやつ、ですからね。信じられないレベルで社会不適合者、まあ大方同じく社会不適合者の作者の常識を全部詰めたらこうなったって感じなのでしょうが、一般人にとっては間違いなくその全員が異常な思考回路のカス野郎だと思うでしょうね。一方自分はイケメンに進化して当然である模様。どれだけ自尊心をこじらせたらこんなことになるんや。あと優しさリストは本当に気色悪いですね。第三者がこれを見るとゾッとするでしょ。なんならサイコパスホラー映画の主人公にすらなれる逸材ですね。逆恨みもついてバランスもいい。次のデッドバイデイライトの新キラーはこいつですね。キラー名、カインド、天涯孤独であった彼は、亡き両親の教えを曲解して自分が他人にした親切をリスト化することに執着をしており、そしてそれは時として無償なものではなく見返りがあって叱るべきものであると考えている。彼にとってその見返りは社会的な規範には囚われておらず、殺人すらもその一つでしかない。きっとその見返りは彼がこれまで過去に行ってきた、カインドネス、のリストが尽きるまで終わることはない。これはスプラッタホラー殺人鬼映画の設定ですね、間違いない。一切違和感なくて草。実際本作のクズの異常性と攻撃性は割とマジでサイコパスキラーのそれと同等ですね。あらゆることにおいて自分ファーストの思考が染みついており、何かが起こればそれは他人の責任、そして自分が勝手に不当な扱いだと思っていたことは罵倒という形で表出させても問題はなく、そして何よりそれが当然のことであると考えている、という形ですね。なんだこれはたまげたなぁ、クズっていうか、黄色い救急車案件かな、それとまあ作者の描写上の問題なのですが、
パパとママに教えてもらえなかったのかなぁ、という、メイドの言葉には特に反応をせず、奴隷と言われた方に切れるというのは、マジで人間性を一切感じませんね。これならまだ両親がいなくて悪かったな、と切れた方が、説得力もあるってものです。まあその場合、じゃあ親の遺産でメイドと楽しんでんじゃねえよと、また別方向からの突っ込みも出てくるので、どう組み替えてもやっぱり最クソにはなるんですけどね。さてもう20分経ってますがまだ1話分しかやっていないんですよね。覚悟はいいか俺はできてる。イケメンになった彼が夏休み明けに教室に入るとクラス中がかっこいいかっこいいともてはやしたぞ。そしてなんとこのクズ、その褒め言葉を聞いてニヤニヤします。マジか。どんどんどん引き。これはうぬぼれではない。はっきりとした他人の評価だ。意識を変えてイケメン勉強をしたことで、その経験値が急上昇したんだ。目論見通りだったぜがはは。でも俺は今まで友達がいなかったし誰も話しかけてきてくれない。しょぼんぬ、いや、一人だけいた。俺が変わる原因となった幼馴染みにして元彼女だ。なお彼女はモデルだぞ。なお学年のアイドルであるその幼馴染みは嫌味を言ってきたぞ。夏休みデビューとか喫書。顔が良くても性格不細工は NG。まあ主人公の方が性格不細工なんだけど、自分と彼女が付き合っていたことは秘密にしていたのだが、彼女にディスられたことによって、仕返しとして、俺たちもう別れたから他人だろ、と大声で宣言をしたのだ。付き合ってたの。ああそれと別れた理由はお前が浮気したからだったよな。嘘浮気幻滅。クラス中のみんながこれを知ったら誰かが出版社にリークしてモデル生命終わりだざまあみろ。なおその後彼女は不登校になりました。けこれで決別完了だなぁ。これ両親はこのクズの本質を見抜いて優しさを強要させていた説すら見えてきましたね。ちなみに彼はその後もクラスで友達ができないことに悩んでいたのだ。誰が近づくねんこんな危険人物。そしてこんなはずじゃなかった。なんか楽しくない。と勝手に落ち込むのだった。自業自得の例として百科事典に載れそう。さて女ども全員をこっぴどく貶め、一人で帰宅していると、後輩ちゃんが帰り道で待ち構えていたぞ。先輩もう一度だけ、チャンスをください。その男だけはやめた方がいいって、なんか彼女の初恋がこのクズなんだってさ。彼女は好きなものをけなしてしまう癖があり、それでいてマイナーなものが好きという変なやつだったのだ。まるでクソなローレギュアーの私ですね。そして高校の受験日に落としたものをクズが探し出して駅でずっと待っていたことに対して、すごい魅力を感じたんだってさ。もしかして、ストーカー。なので彼女は誠心誠意本音と自分の癖を打ち明けて彼女にしてくださいと頼むぞ。なるほど。これはまともな人間ならその誠意に心を打たれ信じることでしょう。は、ない、ねえから。お前が俺を好きだとかいう気持ちなんざ入学以降一度も感じなかったから、はいまた自分の責任を他人に押し付けるやつ、察せていないのは 100% お前のせいやろ。なおその後再度説得されたので思い直して普通に仲直りする模様。するなら最初からやれや、ちなみに彼女にしてくださいと明言したのにこれで友達だな、と言われて話が終わります。パパとママに人の話はちゃんと聞きましょうって教わらなかったんでちか。ドレイ君、さて友達なので彼女とデートをすることにしました。待ち合わせ時間の1時間前にこのクズは待機、でもそんなところが好き、らしいです。やっぱりパシリが好きなだけじゃないか。なおデート中もサイコパス無感情野郎なので自分の意見というものを一切出さず、全く距離が縮まらなかった模様。マジで他のやつに乗り換えた方がいいって、そして次のデート先が秋葉原、ドン引き、に決まったところで第一巻が終わりですね。おーろろ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 ろクソ中のクソ。再クソ更新決定。クズ、カス、うんこ、下道、精神異常者。言葉をいくら尽くしても足りないほどに性格が終わっている。
とクズのカス野郎を盲信する心なき信者どものラブコメごっこを見せられるという拷問やぞ。人類が目の当たりにすると正気度チェック不可避のそれが書物という形となった。それは、まさしく講談社から出版された量産型ネクロノミコンであると言えるでしょう。総評ですが、ドカスゲロクズクソサイコパスヘド精神勃起パシリ野郎の脳内世界、ですね。サイクソが出るたびに言っている気もしますが、人類が読んでいいものではないです。人類が読んではいけないどのサイクソを更新し続けるクソな老界隈の未来に絶望を感じますね。最後に漫画家ですが、下手クソを超えていますね。よくこれで金を取ろうと思ったよな。さすがに実力不足としか言えませんね。原作不定の狂気、漫画家ど素人で価値はゼロです。それでは今回レビューしました人間には読めないやつ。いつもバカにしてくる美少女たちと絶縁したら、実は俺のことが大好きだったようだ。だからなんで過去最高を普通に更新してくるんだよ。勘弁してくれ。頭いかれてんのか出版社よ。以上です。ほな、また。